んにちは、みーです。今回はセクゾのグッズが届いたので、それの開封動画を撮っていきたいと思います。これジャニーズのオンラインショップがなくなってから初めて届いた段ボールなんですけど、なんか今までここにジャニーズって入ってたのに、そういうのがなくなって、しかも確か真っ白の段ボールだったと思うんですけど、そういうのもなくなって普通の段ボールにバーコードみたいになっちゃってるのがちょっと寂しいですよね。はい、ということで寂しさを感じつつも早速開封していきたいと思います。したのが結構前だから何頼んだのかちょっとあんまり覚えてないんですけど、今回頼んだのがパーカーのブラック、ライブフォトブック、アロマキャンドル、ジャンボうちわの4点になります。はい、じゃあ早速順番にご紹介していきます。まずはケントくんのうちわです。今回めっちゃビジュいいなと、今回っていうかいつもなんだけど、ビジュいいなと思って購入しました。かっこいい。で今回私裏がめっちゃ好きで、めっちゃ可愛くないですか？これ裏このまま持っても可愛いし、なんか会場でこう写真撮るのめっちゃいいなと思って。でこのジャンボうちわは800円になってます。会場でも買えると思うので、気になる方はチェックしてみてください。次がライブフォトブックです。これは、金額が2500円になります。ライブフォトブックは毎回買っているわけじゃなくって、節目の時とかそういう時ぐらいしか買わないんですけど、今回買おうかなって思ったのは、ちょっと最初買うつもりなかったんですけど、もしかしたらセクシーゾーンとしての最後のフォトブックになるかなって思ったので購入しました。メモリアルの時とかそういう時にいつも私は買ってます。パンフレットじゃなくってライブフォトブックなんですね、今回で。なんかサイズが結構なんかいい感じのサイズっていうか、いつももうちょっと大きいと思うんですけど、これ多分 A4 もなくって、なんだ多分 B5 ぐらいかなと思います。でね、表紙はちょっとツヤっぽい感じで、これライブのセットですよね。チャプター2の時だから、ちょっと今回私まだドーム入ってないんでわかんないんですけど、リーナツアーの時はこんな感じのセットだったと思います。そうメンバーの名前が入ったりとかしてて、前回アリツアー入った時になんか どこに誰の名前があるんだろうっていうのを探すのが個人的にめっちゃ楽しかったです。はい、じゃあ中見ていこうと思うんですけど、ちょっと中身はお見せできないんですけど、最初にリハーサル風景があって、で全員の写真ももちろん載ってるし、こう個人個人の写真も載ってたりとかして、あとセトリもちゃんと載ってます。あとはアリツアーでの裏話的なのが入ってたりとか、あとはドームツアーについての意気込みだったりとか、そういうのが書かれてます。横浜公演でのドーム発表のサプライズの瞬間とかも4人のコメント入ってるので、気になる方はよかったら買ってみてください。で次私が購入したのがこれ、アロマキャンドルです。私結構アロマキャンドル好きなものもあるんですけど、結構匂いに敏感で好き嫌いが激しいタイプなので、ちょっとどうしようかなって一瞬ちょっと購入を悩んだんですけど、確かなんかセクゾのお部屋となんか同じ香りのアロマキャンドルみたいな、アロマ匂いみたいな感じだったので、ちょっと気になって買ってみました。会場ではもう売り切れとかになったみたいなので、PayPayドームなんですけど、なのでちょっと欲しい方は多分グッズ早めに買いに行くのがいいんじゃないかなと思います。いやでもなんかこういうおしゃれなグッズは結構ワクワクしますよね。こんな感じで、あ、でもあ、可愛いかも。パッケージめっちゃ可愛いです。ちょっと私はここが斜めになってるのがちょっと気になっちゃうんですけど、まあ、でもめちゃくちゃおしゃれで可愛いです。でここの部分は多分ガラスでブラウン、ここの蓋の部分はゴールドになってます。がすごいジャムみたいな感じですかね。香りはここに書いてあるんですけど、ラベンダーバニラの香りってなっていて、ちゃんとドームツアーのロゴも入ってます。あ、結構、あ、でもいいかも。なんかラベンダーバニラって書いてあって、個人的にはバニラが強かったらどうしようって思ってたんですけど、なんかちょっと甘すぎる香りが苦手なので。でも結構匂い嗅いだ時はラベンダーが多めな気がします。でほのかにバニラかなみたいな感じがするんですけど、ちょっとこれ一回火をつけてみようと思います。ちょっとね、まだあんまりこう香りがしてこない感じなんですけど、火をつけずに香りを嗅いだ時と比べると、火をつけた時の方がバニラの香りが結構するなっていう感じですね。ラベンダーよりもどちらかというとバニラの香りの方がするかなと私は思います。ただなんかこうバニラだけだとどうしても甘くなると思うんですけど、多分そのラベンダーが入ってることでそのバニラの甘すぎる香りが緩和されてるというか、うん、なんかすごくいい香りな気がします。ちょっとこれもうちょっとこうローの部分に浸透した方がよりいい香りがすると思うので、ちょっとこれをつけたままで最後トレーナーパーカーの紹介をしていきたいと思います。私が購入したのがパーカーのブラックの方になります。ベージュもブラックも6500円で同じ金額なんですけど、確かサイズがちょっと違っていて、ベージュもパーカーも素材は綿 100% になります。で身丈が、ベージュが 700mm、 身幅が 660mm、 肩幅が 600mm、 袖丈が約 600mm になってます。服の方は身丈が 760mm、 身幅が 720mm、 肩幅が 660mm、 袖丈が 620mm ということで、ブラックの方がベージュよりもサイズが大きくなってます。なので、私のようにちょっと身長が高かったりとか、あとはダボっと着たいっていう方はもしかしたらブラックの方がいいかもしれないです。はい、着てみました。私は身長 170cm で結構腕長い方なんですけど、ブラックだとだいぶ長いですね。こんな感じでもちょっと指先が見えるかなぐらいです。ここファスナーついてるのでほんとパーカーっていう感じでいいですよね。フードもついてます。で後ろはこういう感じになってます。なんかここもそうなんですけど、セクシーゾーンっていうのがあんまりこう前面に出ていないので結構普段使いしやすいかなと思います。ここポケットもついてるのめちゃくちゃいいですよね。どこまであるのかっていうのが分かりやすいように下白にしてみたんですけど、下ちょっとスカートなので分かりにくいかもしれないんですけど、結構膝がここなので結構太ももの中間ぐらいまではきます。パンツとかと合わせたらすごい可愛いんじゃないかなと思います。私は今回なんかこのパーカーをなんかダボっと着たいなって思ったのでこのサイズにしたんですけど、170センチでこれなので、もしかしたら女性の方はベージュでもちょっと大きいぐらいかなと思います。そこまで大きくサイズが変わるわけではないので、多分全体的に両方ともダボっと作られてるパーカーなのかなと思います。でもめちゃくちゃ可愛い。着心地も別にそんなに悪くないですね。中がこう裏肝とかではなくって普通のなんていうんですか、普通のパイル生地っていうんですかね、パイル生地なので、寒いかなとは思うんですけど、だいぶダボっと作られているので、多分中にニット着ても全然気にならないと思います。はい、ということで結構時間が経ったのでいい感じにアロマの香りもしてきたんですけど、こういう感じでいい感じにこうロウの周りが溶けてきて香りも結構するようになってきたんですけど、やっぱりラベンダーの香りはそんなにしないですね。個人的にはなんかやっぱりバニラの匂いが強めかなと思うんですけど、でもやっぱり甘くなりすぎずというか、すごくいい香りだと思います。これがなんかセクゾの部屋の香りって言われるとめちゃくちゃいいですよね。はい、じゃあちょっと消しますね。でこのアロマキャンドルのいいところってちゃんと蓋がついているので、なんか私結構アロマキャンドル、炊く時もあるんですけど、こう蓋がないとどうしてもホコリとかがついちゃうじゃないですか。であれがちょっとこう汚くなっちゃうのが苦手で、でも蓋がついているのでそういうこともなく、長く使っていけるんじゃないかなと思ってます。あとこれ結構大きいので多分なんかそんなに減らなそうというか、なんか結構長く使えるんじゃないかなと思ってます。はい、ということで今回はセクゾのグッズ紹介をしていきました。いかがだったでしょうか。日頃から私の動画を見てくださっている方はあれなんか今回いつもと違うなって思ったかもしれないんですけど、いつも私声なしでやってるんですよ。たまに声出す時とかあるんですけど、で、基本字幕でやってるんですけど、ちょっと今回試験的に音声ありで撮ってみました。いかがだったでしょうか。ちょっとその代わりに字幕が少なくなってしまったかなとは思うんですけど、ちょっと今後の動画について今手探りでいろいろ試していっている状態なので、ちょっともしかしたらスタンスとかが変わってしまうかもしれないんですけど、そこはご了承いただければと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。